叩き潰してやる。はあ、あとは頼むぜ。はあ、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 いや、はあ、はあ、戦いたくはないです。眠くなるな。それが偽善だったとしても。気にする必要もないのでは？準備はいいですか？生き残るので精一杯ですよ。ザコザコ。準備はいいですか？生き残るので精一杯ですよ。放っておきましょう。敵か？先に進みましょう。強さとは何か考えてしまいますね。挟まれましたよ。挟まれたか。もっと歯ごたえが欲しいな。こんな離れたところに家がある。なんだろう、ここ。ちょうどいいわ。少し休ませてもらいましょう。ずいぶん散らかってますね。ああ、それにしてもなんだか怪しげな機械を作っているようだな。ごめんください。誰かいます？あ、来たわ、来た。もう来るのが遅いわよ。え？やだ、思ってたよりかっこいいじゃない。あー、こっちに来て正解だわ。はあ？何を言って。山奥に迷い込む一人の男性。そこに住む可愛い謎の美少女との運命。で、なんだ、他の仲間もいたのね。これは失礼しました。勝手に上がり込んでしまって申し訳ありません。偶然通りかかったんで、少し休憩させてもらおうかなと思いまして。ま、好奇心は必要な要素よね。うん、いいわよ。休めるくらいの広さはあるし、適当に座って。あなたはここで何を？早速尋問なんて。ここに来ても軍人気質が抜けないのね。え、
軍人？ああ、いや、なんとなく雰囲気からね。ちょっと有能な副官タイプじゃない？へえ、なんかすごいですね。なんでもお見通しって感じで。それにしても、何かすごいものを作ってますね。ウェルチよ。え？ウェルチビンヤード、私の名前。そこにあるのは私の発明品。いろいろなお役立ち品を作っているの。へえ、なんだかすごいですね。私は、ああ、アスモデウス討伐に名乗りを上げたロニキスさんとそのご一行でしょ。そんな噂になっているのですか。え、そうそう、噂、魔王を倒しに行こうなんて言い出す人はなかなかいないじゃない。こんな人里離れたところまで噂が。細かいこと気にしてるとまたシワが増えるわよ。な、で、実際に会って思ったんだけど、私も連れてってくれないかなと思って。え？私も力を貸したいの。こう見えても強いわよ。お買い得よ。それに発明品を試してもみたいしね。一緒に連れて行ってくれない？しかし危険な旅だしな。ラティ、どうする？じゃあお願いします。力を貸してくれるなら歓迎するよ。仲間は多い方が心強いし。さすが、話が早いわね。決断が早い男の人は。これから退屈しなさそうね。危険と隣り合わせの中でいい男との出会いとロマンスが生まれるのよ。ギャー、素敵。そっちが目的？そんなことあるわけないじゃない。やーね、冗談よ、冗談。じゃあ改めてよろしく。これからお世話になるわ。どう思います？ここにある発明品やあの格好からしてロークの人間ではないだろうな。信用して大丈夫なんでしょうか。さあな。何の目的でここにいたのかは分からんが、害があるようにも思え。そうだろ。ま、彼女の未知数の可能性に期待といこうじゃないか。相変わらず甘いですね。そうかもしれん。しかし君が辛口だから釣り合いが取れてちょうどいいだろ。分かってて言ってるのかしら。そんなわけないわよね。
ザコザコ敵か。はっ、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 はしてやれ。命を粗末にしないでください。生き残るので精一杯ですよ。気楽に行きましょう。怪我すんなよ。本気出してんのか。後ろかよ。後ろか。消化試合って感じ。はあ、あとは頼むぜ。こいつ、はや、こいつ、くらえ、や、や、や、は、い、てや、は、は、ほれほれ、休んでる暇なんてないよ。叩き潰してやれ。命を粗末にしないでください。やっ、こいつ、やっ、やっ、こいつ、はっ、やっ、やっ、もっと歯ごたえが欲しいな。
消化試合って感じ。そこで終わらすぞ。いや、やっ、えい、は、や、早すぎるな。